皆さんこんにちは、上です。本日もアンティルドンやっていこうと思います。じゃあ、前回の続きですね。今回から5話に入ると思います。じゃあ再開します。アンティルドン、捕まった。容疑者としてある人物の捜査を行っていますが、未だ消息はつかめていません。あ、そっか。彼は先祖の聖地であるブラックウッドで進められることになっていたロッジの建設計画に反対していました。 S あ、これか。妹？誰の妹か聞いて。ジョッシュ、相手は多分。どっちのことだよ。逃げろ。本当も。いや、あ、おい、うわ、これさっきの続きのやつや。で、そうやな。で、ここで、4、中世、夜明けまで7時間。ちょ、もう怖すぎ。何なんだよ。ジェシカー！怖っ！やめろ！なんで？うわ、怖い怖い怖い。近道を使う。でも近道ってどこ行くか分からへんもんな。道を辿っていこう。だって近道なんで、そんな相手はどこにおるか分からへんのに。危ない、こけんなよ。そう。うわー、でも上見ろ。おったんかい、犯人は。犯人は、うん、ちょっと怖い。それは撃ったらあかんやんか。さあ、もっと右見ろよ、お前。何してんねん。ああ、撃たれへんかった。回り込もう。飛び降りたらもう死ぬやろ、さすがに。飛び降りようとしてるやつが結構降り方ダサいな。え、結構高いぞ。大丈夫か。おい、あ、これか。三角、近く。バッツ。三角。あれ、押したよな、ちゃんと。もう、飛べ。ここは慎重にいたか。バッツ。うわっ、ミスった。しくった。ごめん。三角。怖いって。次どこ行くねん。滑り降りろ。バッチ。押したで今、ちゃんと。三角。押したよな、ちゃんと。ほら、行くんだ。頑張れマイク。頑張れマイク。次何？うわ、怖え。でも今回まだ驚かしてくるやつない。うわ、ちょ、何？怖い。取ったらなんか出てきそう。びっくりした。何？ちょ、やばいって。何？ジェシカ、やばい。入んないよ、お前。もう怖い。何？ジェスを探せ。ちょっと待って。怖い。うん。マイク、頑張るぞ。頑張ろうな。よし。ちょっと落ち着いていこう。いやー、もう怖い。
返せ、今行け、今行くぞ。こう自分で動かす、いやいや、もうめっちゃ足に力入る。うん、どこ、右から声聞こえる。もういや、ジェシカー、怖い。ちょ、ジェシカー、あ、助けて。ちょ、もう嫌やって、もう嫌や、もうマジで怖い。ちょ、めで、ちょ、もう、ちょ、もう無理かもしれないです。怖い。ジェス、そういや、そんなん怖いって書いてる場合じゃない。俺は男や、やるときはやるぞ。出てくんないな、もうお前。はい、なんもない。え、行くぞ。あれ、間違えた。行くぞ、俺は男や。さあ行くぞ。うぅ、勝手にする。うぅ、そんな、あ、嘘だ。ジェシカ、ジェシカ、どういうこと？ジェシカ、ちょ、R2、ちょっと待って、マジ怖い、怖い。うぅ、ジェシカ、どういうこと？落としでもいいから撃ってけ、お前。どこ？何？何？これ登る。もう急げ、お前。もう急げ。そんな安全とかいらん。そこ、俺が成功させればいいんやろ、これ。任せろ。飛べ、飛べ。お前ならいける。大丈夫。大丈夫。お前ならいけるぞ。なぜ？お前ならいける。飛ぶとき言ってや。せーのでな。どこに行こうとしてんの？くそ。やつだ。撃てよ、お前も早く。そう、準備せ。え、なんで？おい、くそ、なんだよ、この役立たせ。え、ジュン、あー、やばい、滑り込まないと。よう逆にそんなん言ったな。もう嫌や、もうまたこれ怖い。ガナイス。ナイスなんか分からへんけど。どこ行くんよ。うわぁ、また吹雪や。怖い。うん。よくそんなタンクトップで折れんな。あ、いるやん、犯人、前に。あ、はい、ということで
今回はですね、まあここで一旦終わろうかなと思います。いやまあ今日も僕の、まあ、絶叫声が皆さんにまあちょっと笑顔を与えると思うんで、またこれね明日続きやっていこうかなと思います。じゃあ今回の動画面白いと思った方はチャンネル登録とグッドボタンとあとコメントとぜひお願いいたします。バイバイ。